皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も e フットボール2022情報紹介していきます。はい、ということで今回先日アンケートを取りました、チームスタイルについてのアンケートをもとに今回は動画を作っていきたいと思います。はい、ということでこのアンケートで聞いた内容、結果的に、どういうような結果が出たのかっていうのを紹介していきます。今回347票って言わないか、アンケートいただきましてありがとうございました。また別の機会でね、違うようなアンケートをやりたいと思いますので、その時はまたご協力お願いいたします。はい、先日、このアンケートの、最後の項目、寄せられた、不満点とか改善点をね、まとめていますので、こちらの動画をご覧ください。概要欄に URL 貼ってると思います。はい、ということで、今回はこちらで紹介しきれなかった内容を、中心に見ていきたいと思います。はい、現在使っているチームスタイルについて、まずは見ていきましょう。圧倒的。ショートカウンター5割ということで、もう半分以上ショートカウンターみたいな。ということで、ほとんどショートカウンター当たるよね。もう当たる。めっちゃ当たる。これは間違いなく当たるということで、5割です。で、その次に多いのが、わずかにポゼッションですかね。その次がロングカウンター。大体同じ割合ぐらいという感じです。そしてちょっとパーセンテージとわかんないですけど、サイドアタックが少し少なくなって、一番少ないのはロングボールというような感じになります。いや、ショートカウンター人気ね、結構ね、見かけるのであるとは思ったんですけど、まさか半数ショートカウンターだと思わないじゃないですか。びっくりしますね。5つあるんですけど、圧倒的ショートカウンター人気というのが言えますよね。はい、続いて、現在使っているチームスタイルを選んだ理由について紹介していきます。まずはですね、ちょっと文字が見切れちゃってるんですけど、先日が自分の理想に合っていたみたいなね、項目が一番多くて、大体半分の方が、これにね、投票しているというような感じになりました。そしてその次に多いのが3番目、配信者が使用していた、またはおすすめしていた。そちらですね、大体3割を切るぐらいというような感じになりました。はい、そして次は、その上、戦術を見てなんとなく決めたみたいな項目かな。そちらが 23.6%、4分の1ですかね。これぐらいの方がこれに投票してます。はい、ちなみにこれ複数回答ができたので、人によってはね、複数項目チェック入れてるはずです。そしてその次に多いのが SNS とか、友人が使用していたっていうのがね、おすすめしていたっていうものになります。身近な人が、おすすめしていたもの。そして最後が、選手カスタマイズでなんとなく決めたみたいな、そういう項目が 2.6% という感じです。で、あと1票ずつは、その他を選んで、いろいろね、書いてくれた方が、票を入れたというような感じです。はい。ちょっと見切れちゃってるのでね、全部内容が見えないですけど、いろいろ試した結果とか、好きなチームの監督のスタイルだったみたいな、そんなのもありましたし、あとは好きな戦術とか、アーセナルとかね、いろいろ見かけますし、ベッカム引いてサイドアタックを選んだみたいな、そういう回答もありましたね。結構その他投票してる方が多かったです。はい、続いて現在のチームスタイルを変更したいまたは試したいものがある、こちら見ていきたいと思います。現在使っているもので満足っていう方が大体4割ぐらいということで、意外と満足してる方も多いんだなっていうのが、分かりましたね。納得いってないという人もね、その分多くなってます。そして、一番変更したいよという方は、ロングカウンターに変更したいということで、これはまたね、後で理由見ていきますけど、あ、そうなんだ、ロングカウンター人気なんだっていうのがね、分かりますよね。はい、その次が、わずかな差ですけど、ポゼッション、ショートカウンター、サイドアタックの順番ですかね。そして最後、ロングボールというような感じになりました。多くの方がね、現在使っているもので満足はしてるんですけど、ロングカウンター人気ということで、誰か使っているんでしょうか。ロングカウンターが強いと言っているのかもしれませんね。はい、続いてはチームスタイルを変更したい方への質問、変更したい理由をね、聞いているものになります。まずはですね、一番圧倒的人気だったのが、単純に他のものを試してみたいということで、本当興味です。これが6割以上というような感じで圧倒的な票数を集めました。その次が気分転換をしたいということで、4分の1ぐらい 21.1%。その次が、戦績が振るわない、勝てないからみたいなところですね。14.8%、配信者がおすすめしていた 12%、使用中のものが自分に合わなかった 5.1% という感じです。その他にもね、いろいろ書いてくれている方がいます。はい、理想がポゼッションだからとか、守備が苦手でショートカウンターが合わなかったとか、いろいろね、理由は様々ではございます。はい、最後に、個人的に気になったんですけど、チームスタイルを試すためにアンバサダーパック買いましたかという質問です。まずはですね、買ってないが一番多かったです。78票ということで 36.1%。そしてチームスタイルに関係なくパックを買ったよという方は一番下ですね。74票入ってました。で、メッシパックを購入したよという方が72人。そしてネイマールパックと、バイエルン、ユベントス、バルサはね、まとめてるんですけど、こう見るとネイマールパックを買ってる方多いみたいですね。バルサやバイエルンやユナイテッドよりも少し多いというような感じになりました。はい。それ以上にね、メッシパックを買われてる方は多いようです。はい。これチームスタイルを試すために、試す目的じゃない人はね、買っていないにね、票を入れたり、チームスタイルに関係なくパックを購入したに票を入れてるかもしれませんので、その辺は詳しくはね、わかんないところになってしまいました。はい、最後は各チームスタイル変更したいのか満足なのか、そちらのね、集まった表を見ていきたいと思います。あとはその理由ですね、そちらをまとめてみました。まずは一番上、ポゼッションを使っている方で変更したいのか満足なのか調べたところ、こんな感じとなりました。69票のうち37人が満足ということで、過半数はポゼッションで満足しているということで、一番満足率が高かったのがこのポゼッションになりますので、これからポゼッションを使ってみるという方は満足するかもしれません。ポゼッションの人が一番変更したいのがショートカウンターということで、18名ですね。多くは試したいとかおすすめされたとか、そちらがね多くはなっているんですけど、勝てないという人もね、中にはいます。そしてロングカウンター、サイドアタック、ロングボールと、そんな感じで続いていきます。はい、続いて現在ショートカウンターを使っていて変更するのか満足なのか、そちら見ていきたいと思います。票数めちゃくちゃ多いんですけど181票で、満足という方が大体3分の1でした。60人ですね。満足度的にはちょっと下がりますよね。はい、現在ショートカウンターを使っていて変更したいという方は一番ロングカウンターに変更したいということで、これ満足よりも多いですからね、ロングカウンターにしたい方が多かったようです。ショートカウンター結構ラインが高くて裏ね、ケアがちょっと厳しいので、ロングカウンター、同じカウンターだけどロングカウンターにしたいっていうのが、多かったっていう感じです。ただ、試したいが41票入ってたり、おすすめ、あとは気分転換12票ということなんで、合わないとか勝てないって思ってる方はやや少なめという感じになりました。もともとの戦術がこれとか、裏ケアが苦手とか、リトリートの方が向いてるとか、そのような理由が上がってました。はい、ポゼッションとかサイドアタックにも変更したい方はね、多いようです。はい、続いてロングカウンターを使っている方の票数見ていきたいと思います。満足21票ということで、大体3分の1ぐらいですかね。同じぐらいかな、ショートカウンターと。そしてロングカウンター使っている方で変更したいのがショートカウンターということで、まさかのショートカウンターなんですね。どちらもお互いに変更したいと思っているよという話でございます。似てますからね、どちらもカウンタータイプで、ラインがね、そんなに高くないのか低いのかみたいな。で守備のね戦術的なものがちょっと違うということなんですが、同じカウンターだから試してみたいとか気分転換に変えてみたいとかおすすめされたとかいろいろね理由はありますが、いや結構ね興味深いなって思いました。ロングカウンターを使ってる方はショートカウンターに、ショートカウンターを使ってる方はロングカウンター試したいということで、ちょっと面白いですね。もしかするとまた一周してねロングカウンターに帰ってくるかもしれないですね。仕様に合ってるとか変化を見たいとか、そのような意見もありました。はい、続いてサイドアタック。26票中13が満足ということで、半数が満足しているサイドアタックでございます。結構いろいろ票分かれて、ロングカウンター、ショートカウンターとか、その辺に変更したいという方がやや多かったですかね。最後10票のロングボール。ロングボール自体ね、現在選択している方がそんなに多くないので、10票しか集まりませんでしたが、なんとロングボール満足しているっていう方、残念ながら一人もいませんでしたので、ロングボールはちょっと満足できないのかもしれないですね。その中で同じロングタイプのロングカウンターに変更したいという方がやや多かったという感じです。次サイドアタックですね。はい、ということで、いや楽しいですねこういうの。満足度が高かったのがポゼッションと、あとはサイドアタックですかね。この2つは結構満足度高かったみたいなんで、変更を悩んでるっていう方は変更してみると満足するかもしれません。そしてショートカウンターとロングカウンター、お互いに変更したいと思っているということで、ちょっと面白かったですね。満足している方はどちらも3分の1ぐらい。はい、皆さんね、いろんな意見を聞きながら変更したいという方はいろいろね試していただきたいですし、パックとかね購入するのも一つありかもしれないですね。はい、ということで今回アンケートをもとに、その結果について見ていきましたけど、いろんなね、チームスタイルについて思っていること、これからのね、配信活動にね、いろいろね活かしていければと思います。はい、またアンケートをね、何かしらで取りたいと思うんですけど、こういうアンケート取ってほしいというものがあれば、コメントでね教えてください。はい、それもとにね、また動画作ったりとか、いろいろ活動していきますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、こちらのチャンネル、eFootball 情報を随時紹介しています。このようにアンケートをもとに動画を作ったりとか、あとは選手の紹介したり、最新情報、イベント情報を紹介したりしております。チャンネル登録していないという方は、この機会にチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。